はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーピクセルリマスター、第2回やっていきたいと思います。前回船を手に入れて、まあそこから、別の大陸へ旅立っていこうというところなんですけれども、とりあえずゲームパッドはですね、よくよく考えたらプレステ4で使ってるやつがパソコンでも使えるやつだったんで、特に買わずにそのままプレステ4用のコントローラーを使ってやっていきます。まあ、やっぱコントローラーの方がね快適だよね、やりやすい。で、十字キーはあんまり反応しないんで、あんまりっていうか反応しないんで、移動とかはなんかすげえミスるんだけど、スティックでやっていきます。まあ、とりあえず先制攻撃をできたから、まあ、ミスったとしても攻撃はそんなに食らわない、そもそもダメージを食らわない、火力が高いな。まあ、1人1冊できるようになってくれれば効率的なんだけど、睨みって何？麻痺か何か。あ、麻痺ったね。まあ、とりあえず今のところ殴るだけなんで、オート戦闘でもいい気がするんだよね。ひたすら殴ってくれればそれでよし。そして相変わらずちょっと経験値が分かりづらい、個別経験値で表示してほしいんだけどな。サハギのチーフがいる。チーフが前線に出ているとは、真っ先に死ぬぞ。しかし部下を連れるとあれば自分が前線に出なければいけないもの、乱数が結構あるよね、ダメージの。29だから、これ4倍した経験値を手に入れないとレベルが上がんないってことだよね。120くらいか。で、港じゃないと降りれないんで、あそこの港に着けましょう。シャークって強かった気がする。とりあえずでも先制か。いや強い、一旦全員分かかるわ。17、それなりに食らうな。そろそろちょっと赤魔術師のケアで回復させよう。ポーションとかはちょっともったいないからね、ミスんな、めちゃくちゃミスんな。でナンバー3がまずい。よしレベルアップ、639とかめちゃくちゃ経験値込んでんだけど、素早さだけか、やっぱ力が上がってほしいよな。まあでも文句はちょっと素早さ低めなのか、それが上がってくれたのはいいか。知性幸運では魔法ケアル1回ずつかけよう。全然回復しねえんだけど。そして使えなくなった。ちょっと赤魔術師大丈夫か。これ下にもつけられるけど下には出れないんだよね今。エルフの町、王子を助けてください。どうすればいいの、どうすればいいんだっけ。とりあえず武器屋を覗こう。金がなかったらちょっと稼ぎをします。鉄のヌンチャク、いつまで装備させればいいんだ。サーベル、ああなるほど、ミスリルーリョ弱いのか。そうだよね、360円しかしないもんね。とりあえず赤魔術師の火力を上げるために1本買っておこう。で鉄のヌンチャク、まあ安いし2個買っとくか。これはあとあれだな、一回寝とこう。ちょっと魔力を回復させなくては。100円、どんどん高くなってくる。いやそりゃそうなんだけど、少しお金稼ぎをした方がいいかな。魔法も見ないといけないからね。防具屋さん、私は預言者です。その時まで待つのです。結局何も分かんねえってことじゃねえかよ。預言者としての資格なし。じゃあたっけ、鉄の盾か。盾ってなんかコスパ良くない？安いし。革の帽子、兜、戦士なんかどんどん重くなってくんだけど大丈夫か。まあ、防御力4か。ちょっと金稼ごう。あと魔法を見る。それダッシュできたわ。黒魔法屋さん、
お、ファイラが売ってんじゃん。敵全体。いや、全然金がねえわ。ちょっと、稼ぎます。街は見ておく、ただ。墓がある。防氷、防氷。リンク、ここに眠る。エルフの街だからかな。ダークエルフの王、アストス。行方は誰にもわからない。てか、リンクってそもそも会社ちげえじゃん。大丈夫なのこれ。まあ、昔の時のソフトだからね。そういうのあんまり、ここレベル4とか売ってるし。ブリザーラは覚えられるか。ヘイストは、まあ、ヘイストも覚えられるのか。あれ白魔法屋さんはそうすると。あ、ここか。通り過ぎてた。いや、金が全然足らんわ。ポイズナ、フィア、バコルト、ボキャル。白魔法はちょっといらないか。てか、レベル4だしね。あれ魔法屋さんもう一個あるか。ん、どこだ。こっちから行くのか。え、違う違う違う。普通に墓場の奥か。魔法の宝庫だな。全く金がないけど。ケアルラは覚えたよね。レベル3は、ヒールはね、多分使えないと思う、赤魔術師は。ほら。全体回復なんだけど、これやっぱ白魔術師なんだよね。まあ、ただケアルラは覚えとこう。で、結構金貯めないといけなくない？いや、もう安定を取っていくから。ちょいと稼ぎに出ます。コブラ。強くはなってるな、やっぱり。あれ装備したっけ。強くなってるなとか言っときながらさ、装備してないっぽいよね。鉄ヌンチャ、攻撃力は、まあ、上がるは上がるか。よし、これでいこう。オーガ2体57、60ヒット、すげえ。一気に強くなったで、390円か。でもそこそこ金は入る。そんなにかからなそうだね。レベルアップ8。うお、またヒットポイントめっちゃ上がった。よし、力アップ。よし、文句も結構上がったな。知性はいいか、上がんなくて別に。お、いっぱい上がった。体力も上がった。よし、赤魔術師の力が上がってくれるのは嬉しい。レベルアップ、レベル9。素早さ、体力、力、体力、体力、力、素早さ。寝ても毒治んねえんだけど。毒消し買いに行かないと。どこだ道具屋。これもう一回寝ないとダメじゃね。50円もすんのかよ。これいっぱい買っとこう。サソリによって毒なしなんだよね。5個。レベルアップ。もうヒットポイント190か。全然上がんねえ。しっこ、こいつにたってはヒットポイントしか上がってねえ。とりあえずファイラー覚えよう。どんくらい火力が出るかわかんないけど。ウォーグルフ相手にファイラーを試してみよう。3回か。あ、別に1体だろうか全体だろうか多分変わんねえと思うもん。微妙。サンダラも買うべきかどうかちょっと悩むな。まあ、弱点もしつければもうちょっと火力は上がるかもしれないけど、ケアルアは買っておこう。っていうか全然金たまんねえんだけど。オーガ2体が金持ってただけで、普通の敵そんな金持ってなかったわ。ちょっと城の方を覗いてみましょう。エルフの城、王子アストスの呪いで眠ったまま目を覚まさない。助けていただけませんか。みんな人頼みだな。他力本願。ダークエルフの王アストス、突然この城にやってきて眠りの呪いをかけて城の財宝を持ち去った。呪いをかけられるっていうのすごいよね。
5年も寝てんだ。すやすや。でも気持ちよさそうに寝てんな。苦しそうではない。アルディの海、その西の端にある洞窟、ドワーフが住んでいる。いいやつばかりだよ。あれ、このさ、どうやって行くのか分かんない城の作りばっかりしてるよな。ここ出ちったよ。ここからは行ける。これ宝物庫かな。神秘の鍵。なるほど、パクられたんじゃないの。レベル11。てか戦士やっぱ普通に強えな。どんどん上がってく。体力が防御力に直結してくれればいいんだけど、どうなんだろう。レベルアップ12。いつまでレベル上げしてればいいんだ。まだ意外にね、文句がダメージ食らうんだよね。戦士は全然タフなんだけど、体力と力が上がってもらわないといけないかな。うん、いいね。西の城ぶっ壊れてんな。ここ敵出んの。キーキー、あ、なんか呪われてんだっけこいつら。元は人間でコウモリにされたとか、どういう設定だったっけな。ここは神秘の鍵。神秘の鍵っていつ手に入んだ。てかまた遠回りしないとあそこ行けねえじゃん、真ん中んとこ。ここは鍵かかってないよね、多分かかってない。王様がいる。ダークエルフの王アストスに騙されこの城も荒れ果ててしまった。南の沼の洞窟からクラウンを取ってきてくれまいか。あれさえあればこの城も元通り復興することができるはず。クラウン一つで。南の沼の洞窟ね、そこへ行けばいいと。ここか、洞窟というより穴だな。これはキーキー、敵ではない。ウェアウルフか。先制攻撃チャンス。ここに来るまでさ、ナンバー2のヒットポイント半分くらいになっちゃったかな。3回復するんだけど、なぜ。同化してるからか。もう1レベルくらいちょっと上げたいな。とりあえずヘイストを買おう。もう赤魔術師は攻撃用の魔法っていうよりは回復と補助魔法、対ボス戦のこれで固めていこう。よし、じゃあ行こう沼の洞窟。そろそろレベルが上がりそうだから。グレイウーズ、え、攻撃効くの。とりあえず殴ろう。全然普通に効くわ。よし、レベルアップ。素早さ、体力、体力、体力、まあまあまあ。こういうところってさ、あー、下に降りるところか。もう先進んじゃうか。グリーンスライム、いやー、やっぱ効かないか。全然効いた。クリティカルヒットが出たからか。逃げてった。むしろ助かる。下へ降りよう。宝箱とかどうすっかな。どこの部屋へ行けばいいんだかもう覚えてない。いや、こいつヒットポイントいくつ。1くらって。け、毒とかうぜえな。これは逃げた方が良さそうだ。クリスラは逃げよう。あ、でも2、3ターンで倒せるか。毒のダメージの方が蓄積がきつい。何個あったっけ。10個。結構買ったな。よかった、買っといて。ここ入ろう。宝箱ある。ポーション。こいつらも毒にしてきそう。先手必勝。ひたすら一つずつ漁っていくか。ウェアウルフ、なぜか洞窟の色と同化してるからヒットポイントが回復するという謎のウェアウルフ。ブロードソード、あれ、どうなの。ブロードソードやんけ。売ろう。サーベル
いや、ブロードソード装備できんじゃん、こいつ。全部上がるよね。なんでブロードソード装備させなかったの？金がなかったのか？まあいいや。そういうことにしておこう。こっち怪しいってか、いけるこれ。あ、いけた。だってウォーグルフは弱い方か。ウェアウルフの方が強いんだよね。赤魔術師の火力がちょっと上がったから少しは楽になるかな。あんまよくわかんねえ。一番最初とかさ、戦士シーフ、黒魔術師、白魔術師でやったからさ、めちゃくちゃ火力がなかったんだよね。もうとにかくシーフが弱すぎる。あのなんか特技みたいなのがないんで、シーフとかただ弱いだけだから、だから盗むとかそういうのがあればねいいんだけど。てかどこ行けばいいんだ。あれ、こっから来たんだよな。消耗戦になると結構きついからね。やっぱね、文句が結構食らう。安定だけを取るんだったら戦士文句の方が良さそうな気がするけど、まあ、金がないっちゃ金がないんだよね。先制攻撃食らってるし。いや、20、しかも毒、こいつは毒ってくんのかよ。追いに行く、このまま。一応フェニックスの方は1個買ってきたから、1個っていうか2個、1回死んでも大丈夫。耐えろ。よし、安全に回復させよう。ポーション使うか。50だっけ。毒消し、ポーションもう5個しかね。よし、これでちょっとなんとかしよう。何もない。地図が邪魔で見えねえんだけど。一回入ったとこ扉が開いてるから分かるのはいいな。サソリ強いんだよマジで。攻撃力が超高い。毒ってくるし、ちょっと毒消し意外にやばいな。危ない。これはこうゲガーゴイルとか3体強ヒットなんて逃げようとしてたんだ。まあ、ヒットポイントはそれなりか。2発で倒せる。ちょっと1回ケアル使おう。文句、ケアルが30くらいしか回復しないからね。これ魔力とか関係あるんだっけ。地下3回。いや、強え。攻撃力が高っけ。いや、戦士は全然余裕。いや、戦士に攻撃が集中してほしいな。赤魔術師もさ、意外に装備できるからタフなんだよね。で、ケアルを1回使ってあげるか。いつ使ってる。結構回復する。一気に回復量が増えんな。フェニックスの、お、やった。フェニックスのは500円するからね。グレイウーズ、ここは強引に行く。35、やっぱり文句食らうな。まあ、赤魔術師はね、全体的に器用貧乏みたいなイメージがあるけど、全然使いやすい。サソリ3体か。これ厳しいぞ。毒になった。毒率が高っけ。これ2人で倒せる。よし、倒した。このまま押し切れ。レベルもそろそろ上がりそう。で、文句はね、もう今防具を装備するとちょっと弱くなる傾向にあるんで、なんか何も装備しない方が良さそう。すげえ、これ最悪。いやー、こういう時になんか一掃できる力があればいいんだけど、2ターンかかんな、4体倒すのに。そして毒がマジでうざい。3体毒だ。戦士一発で倒せない時あんのか。経験値があったらすげえな。テントとか使えないからね。で、あと3つしかない。ポーションを1個ずつ使おう。
これちゃんとなんとかしてくれ。いやーやっぱ意外にきついわ。1045キル、どういう金だ。ガーゴイルか、攻撃力高いんだよな。どうする、ちょっと一回撤退する。多分この回にクラウンはねあると思うんだよね。レベルが1上がって変わってくれればいいんだけど、戦力が。いや、なんだこれ、いっぱいいるな、毒軍団が。押し切ろう、倒せ倒せ。とりあえず毒軍団だけ、それでいいや。グリーンスライムは倒すのめんどくさいんだっけ。でしかも毒ってくんだっけ。このターンで倒したい。1ヒットに1しか当たんないな。攻撃力自体は弱いけど、いや全然結構タフだった。よし、レベルアップ、力が上がった。この上がり方どうなの。よし、力と素早さ、赤魔術師素早さもそこそこあるね。これも1個ずつ開けていくしかない。多分下の方なんだろうな、普通に考えて。ポーション、よし、コテージ、使い道がない。ここでは来た、サソリ、逃げろ、逃げてくれ。これで倒したい。あいつが逃げてくれたのはすげえ助かる。てか普通に帰りたい。テレポとかないの。ケアルは1回ずつ使って、いやちょっと無理だ、撤退しよう。2段目くらいまでは調べた。上歩く5体、俺を無事に帰らせてくれ。毒消しも補充してこよう。で1回を全然調べてないからね。まあなんかいいもの結構毒食ってるし。とりあえず階段行こう。めちゃくちゃ金があるんだけど、とりあえず毒消しそう。そうじゃねえか、毒消しか。これちょっと15個くらい買っとこう。目薬とか2個ほど持っとこう。やまびこ草もちょっと2個。金の針、石化か、ちょっと厄介そうだな。まあ2個買っとこう。ハイポーション売ってんじゃん、150円、150回復か。魔法レベルごとに1、あ、全部できんのこれ。ちょっと待って、ハイポーション10個買おう。でエーテルはちょっと5個くらい買っとこう。でフェニックスのは多分大丈夫となると、エーテルまだいけるか。いや1800円残しとこう。なんか変なのが出てきた、ガスト、あまり強くない。なんだ、麻痺てる。結構状態異常してくるのが出てくるようになったね。では洞窟、上の方見てないから、上の方、下に降りる階段がある。なんだこれ、どこに出てきた。ガーゴイル、よし、先制攻撃、全力一生、80あれば倒せるか。どこだこれ、全然わからん、地形が広すぎでしょ。しかもまた変なのが出てきた。全員初見なんだけど。ただ先制攻撃、赤魔術師2へノーダメージ、いいね。宝箱回収しておこう。ポーション1120、あ、そっか、ギル手に入れたから結構金があったのか。出た、サソリ、サソリが一番嫌い。よし、一撃で殺せるようになった戦士。これ乱数があるからね、絶対一撃とは限らないけど、ただいずれにせよここの回廊がマジで分かんない。ガーゴイル3体、ガーゴイルヒット数が高いんだよね。戦士本当にタフだな。
多分戦士と悪魔術師と文句文句で攻撃をばらけさせた方がダメージ効率は良さそう。すっげえ金なんだけど、金の宝庫だな。グリーンスライムかも、めんどくさい。グリーンスライムはマジでめんどくさい。逃げる。ちょっと誰が逃げたの、よくわかんない。さて、あとあそこの部屋か。またかよ、逃げよう。先制攻撃だな、速攻だな。速攻で逃げた。この階は宝箱だけだね。だがいらねえ。サソリ、ちょっと逃げるなって。オートはさ、前回のやつをやってくるからね。よし、またレベルアップが近くなってくる。ここの階はもうこれだけか。ちょっと一回地上に出て寝袋使おう。寝袋は4つある。100くらいは回復するっしょ、さすがに。でマジックパワーは使ってないから、これで万全。シャドウ全力で倒す。早い。しかし攻撃力は弱いな。てか弱い。レベルアップ。素早さ体力、素早さ体力、素早さ体力、知性。文句が知性上がる意味あんのこれ。力体力知性、よし。戻ってきたぜ、地下3階。ここはちょっと下から攻めよう。一番下から攻めていこう。サソリ3体、憎きサソリ。でもこいつ結構逃げようとするんだよね。逃げらんなかったけど、むしろ逃げてほしい。クリティカル、クリティカルが若干分かりづらい。光るわけでもないし、ボコボコボコっていう音だけ。敵が多いな。どうする、ここはパイラーを使うか。後ろにやっても多分大丈夫だと思う。エーテルがあるから1回ずつ魔法を使うのは全然いいと思う。パイラー、これでまあただウェアウルフは倒せる。戦士のヒットポイントやばいよね。300あるし、赤魔術師の倍あるけど、こうバランスどうなってんのっていう感じ。いやー結構あるな。やっぱ防御力自体分かってるか、文句。最初の方40とか50とか食らってた気がするけど。よし、こっから行こう。邪魔だこいつ。このコウモリ何なんマジで。なんもね、下扉じゃないよね。げえ、こいつらなんかいっぱい出てくんな。一回ファイラー唱えるか。7ヒット、71ヒット。げえ、そうだ、まひってんだ。ファイラー唱えておけばもうあと誰でもダメージが出なかったとしても倒せるし、か普通に倒したし。いや扉あるやんけ、マジか。しかもめんどくさい生き方いっぱい出てきた。グリーンスライムはファイラで倒せるはず。なんだかんだで攻撃魔法やぐらってんだ。3体倒した。ちょっと送ってる。でもこのターンで倒せんじゃない。いいね。エーテル何個買ったっけ、5個くらい買ったっけ。エーテル5個か。でポーションじゃなくて毒消しで1回回復させて、まだ大丈夫か。100あれば大丈夫だな、ヒットポイントは。ちょっと待って、神秘の鍵これ全部そうかな。6体、あ、先制攻撃だったらこれはもうさすがに戦う。60じゃ死なないか。本当にダメージの幅が広いよな。50は無理。100とか普通に出るしね。あーもうダメだ、ちょっとここの階層は無理だな。サソリ4体。
ちゃんと考えよう。文句文句赤魔術師、これでなんとかやってくれ。43食らった。80で倒せないの。結構人々が死ぬ。やばい、死んだ。死者が出た。レベルが遅れるけどしょうがない、減ってかない。でフェニックスのは3つ、1回でハイポーション。じゃあここ、おー、なんかありそう。最悪なんだけど、ふざけんな。ピスコディモン4、あー、いたね。そういえばそうだった。ちょっとストライクかけよう。28回復してね、戦士が70とか食らうんかい。よし、90で倒せるってことは2体倒せるな。倒せねえじゃねえか。ここは回復、こっちだな。ゲッ、死にそう。ナンバー2が死んでしまうとめちゃくちゃ溺れるから、いや倒せんな。ピスクリックもしかもさ、出てくる数違ったよね。運だったと思う。1200円か、まあまあだな。クラウンゲット。え、あとここなんかあんのかな。ちょっととりあえず回復しよう、ハイポーションで。まだ余裕があるから、ちょっと宝箱だけ見るか。1135ギルポーションレベルアップ。ナンバー2だけ遅れてるけど、力幸運てか幸運って何。お、すっげえ上がった。よし、クラウン持ってきたぞ。っていうか城を復興させるだけだよね。ゲッ、マジか、騙された。全然覚えてねえわ、全く回復してねえんだけど。クラウンと水晶の目、2つの力が揃えば真の妖精王になる。逆らっても無駄なこと。いや、マジかよ。すげえ勘弁してほしいんだけど、ひっとりとみんな半分くらいなんだけど。しかしやるしかない。でさ、ケアルはもう使えないからね。ちょっともう戦士が生き残ってくれれば。デスとか、ちょっと待って、生き残るところじゃないんだけど。死んだー。まあいいや、文句にかかってくれた。生き返らせよう、フェニックスの。使う、変えるからね。ヘイストをかけておこう。ヘイストかけてきやがった、しょっぱざいな。短期決戦だな、そうすると。あ、そっか、これ1だ。狙われたら死ぬ。てか全体魔法とかやられたら死ぬ。ただし攻撃はしておきたいからな。ハイポーションで回復150あれば十分でしょう。ストライクかける、いったひどい、倒した。一応火力では押し切ったか。経験値いくつ持ってるんだろう。ナンバーワンが出遅れてしまった。1200とか一番出遅れたな俺。これで何手に入れたの。水晶の目、ちっきしょ、マジではめられた。フェニックスの使おう。金はそこそこ手に入ったから1万5000円もあるし、150あればとりあえず回復できるでしょ。じゃあ水晶の目は的屋に返しに行こう。さすがにこいつは大丈夫でしょう。水晶の目、一番素晴らしい薬、目覚めの薬。そんな簡単に作れんの。見える、目が見える。確かに目が見えないのはちょっとね、困るよね。
はい、というところで、じゃあ目覚めの薬を手に入れましたので、まあ、次回はエルフの王子様を、目覚めさせるところから始めていきたいと思います。いや、なかなかにね、大変だよね。バランスがなかなかに、昔のバランスだからね。まあそれがまたいいところでもあるという感じで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。